アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。60キロ級高カードがずらりと並ぶ中、この戦いはトーナメントに引けを取らない戦いです。赤前田久典、青上松大輔、藤原ジム前田、チームドラゴン上松。上松は K1 ライト級のエース格、そして ISKA 世界ライト級王者です。クラッシュは2度目の参戦。前田健作代表からポンポーンと腕のあたりを叩かれて出陣です。さあそこに圧力をかけて右ロー、前田そして上松返す、パンチをつなげていく、右の飛び膝からミドルキック。さあ小林さん、はい、弟弟子前田久典出陣、そして上松とこれ楽しみの初対決ですね。これはいい試合ですね。いい試合じゃない、いいカードですね。いいカードですね。どのあたりまずポイントに置かれてますか。そうですね、まあ同門の梶原君ともやってるし、前田も左引く、さらに飛び膝、リア選手、はい、前田はちょっと攻撃を食らってますかね。そうですね、松選手はよく見てますね。まあ、この試合すごい面白い試合になるんだろうなと思って、前田選手すごい蹴りがいいんで、やっぱり蹴りからいった方がですね、ジャブ捨てて蹴りとか蹴りがすごい面白いなんで、やっぱり綺麗な蹴り、チームドラゴンよく研究してますからね、相手の。そうなんですね、まさに前田もそれを口にしていました。いや、よく研究してくるチームドラゴンって感じですよね、なんていうふうにコメントも発しています。ユウヤ選手この蹴りから、そうですね、蹴りは重いんで、上松選手パンチと飛び膝すごい上手いですね、やっぱり狙ってますし、またその苦しい石川の奥戦があってですね。そうですね、あの試合もすごい試合だったんで、はいはい、そこから仕切り直し、半年間はバッチリと充電の時間に当ててきたようです。上松、前田もパンチ、右ストレートから、さあここはブレイクの声です。あまり勝負に焦りたくはない前田、爆発力がある、右アッパーから膝をつなげられるか、いやストレートで攻めてきます。青い球、下がるとき顔が下に向けるのが良くないですよね。今回はとにかく膝ですね。そうですね、これが怖い。リア選手、はい、ペースは変わらないですか。そうですね、展開は変わらないですね。やっぱ前田選手今言ったようにやっぱり下向く癖があるの分かってるのか、左アッパー狙ってますね。そこをさらに攻め込んでいく、あ、そしてリア選手、はい、あの手技、足技ともによく出てますね。繋がりますね、はい、そうですね。ここも頭を近くする、全身ファイト、新庄の前田、ここはやや力が入りすぎたか、いらされたか。これいいですね、こういう蹴りはですね、今左を見せてからですよね。そう、攻めてる上はすごいんですけどね、はい、攻めさせると思う。そうですね、小林さん、あの一瞬ガードが開くんだよななんていう話、うん、ここもそうか、以前の放送でもお話がありました。前田サイドどうだ。ここで第1ラウンド終了です。ラウンド第2ラウンド、1ラウンド目と同じように前に出てくる前田、蹴りから行ってパンチへつなげることができるのか。攻撃から、いやいや上松の方がこれ小林さん、はい、だいぶ冷静ですね。そうですね、左膝、湯田選手、はい、スピード面では2人いかがですか。前田選手はやっぱりもうまっすぐ出てパンチまとめるときはすごい速いんですよ。やっぱり上松選手カウンター狙ってるんで思うようには打てないですね。蹴りがやっぱりでも前田選手すごいんで、はい、破壊力もあるんで、うん、どんどん使っていったらいいと思うんですよね。そうですね、まさに前田もそのいやカウンターを取らせないような戦い方をしたいと語っていましたが、まっすぐ下がってはいけません。前田ワンツー、いいローですね。ここからローキック、ももに照準を定めたか。前田右のストレート、いきなりの一発もあります。前田です、右アッパーから左、外からさらに膝、
上松が続ける、前田も返すコンビネーション、飛び膝。小林さん、はいはい、第2ラウンド自体はここまでどうですか。そうですね、さっきペースまだ前田掴み切れてないですね。まだ上松、上松よく見てますよ、そしてこの攻撃を食らった後ですよね、上松がしっかり立て直してきます。あ、今はバッティングがあったか、続行です。残り1分20秒、前田戦う修行僧の異名を取ります。そこに左フック、上松ストレートからハイキック見えている。ゆうや選手、はい、ここまでどうですか、第2ラウンド。おー、いいですね、上松選手がまだ一回も焦ってないんで、こう焦らすことが必要ですね。こう焦ったら、おー、おー、すげえ、いきなりのトップギア、左フック、右フックですね、右フック、うわー、ここに当たった、何発か当たっていた中で攻めてる時は強いんですよね。